こんにちは。学習塾1945です。今日もやっていきます。必要であればこちらのガイダンスも見ておいてください。一時停止をして見ておいてください。よろしくお願いします。ってことで今日の問題はこちらなんですけど、まずは一時停止をして解いてみてください。では解説に行きます。今回は一世紀とかローマ帝国っていうのはキーワードになっているので、それにちなんだものを選びましょう。まず一番、パックスロマーナって言葉がありますが、これはローマの支配でもたらされた平和のことです。 このパックスとかパックスっていうのはピース、平和的な意味があるものと思ってください。イタリアの地中海あたりはローマが支配していたんですが、だからこそ平和だったってことなんです。例えば生徒だけだったら喧嘩が起こるでしょうけど、ちゃんとした先生が一人いれば喧嘩なんて起こらないのと一緒ですよ。ここで言う先生がまさにローマだったわけです。このローマによって喧嘩のない平和な状態がパックスロマーナがもたらされました。 で、このパックスロマーナの時代はまさにローマ帝国の時代なので正解は一番となります。まあ、単純にローマーナってところからローマだってことで一番選んでもらっても正解なんですけどね。ちなみにローマ帝国はローマ共和制、ローマ帝国、東西分裂という道をたどるんですよ。まずローマ共和制と言ったら紀元前の話だと思ってください。共和制というのは簡単に言うと皇帝という王様みたいなものがいないものだと思いましょう。 でも1世紀から4世紀になるとローマ帝国という帝国になって王様が出てきます。だけれどもこの帝国は400年ぐらいに東ローマ帝国と西ローマ帝国に分裂することになるんですね。こういう流れも軽く知っておきましょう。で次、2番の諸国民の春は一旦飛ばして3番の散歩性の話をしようと思います。散歩性というのはこういったものです。 毎年同じ土地、同じ作物を作ると土地が痩せてしまうのでそれを防ぐために土地を3つに分けて別の作物や放牧地でローテーションをすることです。例えば毎年同じ畑で小麦を全力で作ったとしましょう。小麦は土地から栄養をもらって育つわけです。ですがこれ逆に土地から見ると常に小麦から小麦に必要な特定の栄養が奪われるわけなんですよ。そうなると今後うまく小麦が育たなくなってしまうと じゃあ、こういう状況にならないためにどうすればいいのって言ったら、まず土地を3つに分けるんです。仮にその土地を ABC としましょうか。そして1年目は A で小麦を作って B で豆を作って C は休耕地とします。ちなみに休耕地では家畜を飼って放牧をするみたいですね。家畜の糞を使って土地に栄養を与えるんでしょう。で、このローテーションをルーレットみたいにぐる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 回すわけですよ。 そうなると特定の栄養が奪われ続ける状態がなくなってうまく土地が痩せなくなるわけです。こういう3種類のローテーションのことを散歩制って言って大体1000年頃中世のヨーロッパで普及しました。つまり1世紀の頃とは全然違うので3番は選ばないでください。で次、今度は4番なんですが4番の工場法ももっと後の話です。そもそも近代的な工場ができるのは産業革命以降の話ですよ。 産業革命は18世紀のイギリスで起こりました。そこで近代的な工場ができたのはいいんですが、労働環境が超ブラック化するんです。ひどいところだと子供でも20時間近く働けとかそんな感じですよ。それはさすがにまずいんじゃないのってことでできたのが工場法ですね。今でいう労働基準法だと思ってください。これによって労働者の労働時間に上限ができて労働環境が改善しました。 まあ、とにかく一世紀の頃とは全然違いますので、4番も選ばないでください。ってことで最後に2番なんですが、次のスライドで諸国民の春について説明をします。で、どこから説明するのって言ったらここからですよ。フランスの絶対王政のところからです。絶対王政って言ったら王様の言うことは絶対だってことですので、王様とかその取り巻きの貴族たちが好き勝手なことをやっていた時代でした。 で、その一方で残り98%くらいの一般庶民が不自由と抑圧の目にあっていたわけです。だから1789年789の年にフランス革命が起きて庶民がぶち切れます。この結果国王も処刑されることになると、じゃあその後うまくいったのって言ったら実は逆に混乱してしまうんですね。今まであった秩序までぶっ壊されてしまったので恐怖政治が起こってバンバン人が処刑されていきます。 で、そんな時、だいたい1800年ぐらいになるとナポレオンが登場すると。そして一時的にこの混乱を終わらせます。で、ナポレオンは革命の自由の意志を広げるために他国と戦争をするようになると。フランスの周辺国の権力者からしたらナポレオンに秩序ぶっ壊されると困るわけです。だから戦争に発展するんですね。じゃあ、その戦争結局どうなったのって話なんですが、ナポレオンの敗北で終わります。 でも結局ヨーロッパ全体がぐちゃぐちゃになってしまったのでどうしようかってみんなで考えたわけですよ。その結果そうだフランス革命をなかったことにして革命前の状態に戻そうぜってことで落ち着きました。この状態のことをウィーン体制って言います。ですがこんなのうまくいくはずもないですよね。なぜならこれまで不自由だった人たちは自由を知ってしまったからです。とはいえ最初の方はなんとか抑え込んでたんですけどね。 でも次第にほころびが出始めて1848年についにウィーン体制は崩壊することになります。こうして自民族のことは自由に自分たちが決める諸国民の春が訪れることになるんですよ。ウィーン体制が崩壊した結果自由にってことで諸国民の春が来るわけです。でも結局この流れもすぐ終わっちゃうんですけどね。まあ、とにかく諸国民の春は全然一世紀頃の話ではないので間違いです。ですがこの辺の内容も軽く押さえておいてください。 というわけで今回は以上です。今後も高卒認定試験の過去問解説をしていきますので、その情報を見逃さないようにチャンネル登録もお願いします。